その知望をもって羽柴秀吉を支える竹中半兵衛にはどうしても知りたいことがあった。それは戦国一の知者は誰なのかということ。試しに羽柴家の面々に意見を聞くも結論は出ない。そこで半兵衛は戦国一の知者を見定めるためのとある催しを思いつくのだった。戦国無双謎解き合戦。ねえ、この天下で一番物知りなのって誰だと思う？そりゃ控えめに言ってもオイラだろうな。これまで苦労した分いろいろ学んできたからよ。秀吉様、恐れながら知識の量で言うなら先輩や俺が上かと。いやいや、お前らは書物から得た知識ばっかりだろ。本当の物知りってのはそうじゃねえんだよな。主、書物の知識もあり経験も豊富となると普通に考えて毛利元就あたりでは。なぬ、カズージ、そこに直れ。まあまあ、だけど戦国一の知者が誰か気になるな。よし、僕なりのやり方で見定めてみるよ。早速賢そうな人たちに招待状を書かなくちゃ。手柄を立ててくるか。検索します、秀吉様。準備はいいかな。僕の出す問題に張り切って答えてね。受けて立ちますよ、先輩。どうさ、オイラの実力を見せてやれ。ああ、先に言っておくけど、成績が良くないと合格はあげられないからね。では最初の問題。信長様が親父殿と呼ぶ人は誰でしょう。たわけが無策に突っ込んできたが、それとっておきを食らっとけ。わかったな、わしが親父殿よ。正解。親父殿と呼ばれた道三様は信長様をうつけ殿と呼んでたよね。よし、この程度ならいけそうだ。それでは次の問題。名刀左文字を持っていた武将は誰かな。承知。
て俺の計算通りだ。オイラの出番だ。どんどん行くぞ、どんどん。サモンジは世の哀悼、天下の覇者にふさわしき名刀よ。正解、今川義元さんでした。後に信長様の所有になるんだけどね。どんどん行くよ。斎藤家と織田家の縁組、信長様に腰入れしたお姫様は誰かな。私よ、父上の言いつけであの人を見張るために。それを果たす。正解、濃姫様です。誰かさんのせいで祝言は台無しだったな。意外にわかるもんだな。これなら半兵衛に勝てるんじゃねえか。では次、光秀さんのおじさんは誰でしょう。おじさん以外の人を倒してね。合点承知、オイラの出番だ。務めを果たす。承知した。正解、残りの武将も倒してね。敵将、オイラが討ち取った。光秀さんのおじさんは光康さんでした。あの時はごめんなさい。半兵衛殿に恨みはない。真に憎むべきは。もうよい、全て十兵衛に託そう。次は2問同時に出題するよ。よーく聞いててね。信長様を邪魔する強い傭兵団がいるよね。その棟梁が誰かは知ってるかな。毛利元就さんにはたくさんの子孫がいるけど、お孫さんが誰かわかるかな。承知した。私のおじい様は毛利元就です。務めを果たす。正解、毛利輝元くんだね。きたらき
高本さんの後を継いで当主になったんだ。ま、俺は有名だからな。その通り、俺が雑賀衆の棟梁よ。正解、雑賀孫一さんでした。彼は鉄砲の名手。狙撃には気をつけて。ここまでどれだけ正解できたかな。さあ、引き続き後半戦を始めるよ。次は仲間外れを探す問題だよ。一人だけ一人称が違います。誰でしょう。務めを果たす。合点承知。はい、では次の問題です。秀吉と一緒に砂又城を作った人は誰。承知した。正解、美月でした。元気いっぱいの彼女らしい一人称だよね。手加減しろってんだよ。これ以上俺を怒らせると血を飲んで。正解、三太夫さんは秀吉の兄貴分なんだ。あの城には僕も驚かされたな。じゃあ次行くよ。二の三人衆と呼ばれてる人を全員当ててね。三人のうち合点承知。二人の名前はいわゆる豪だね。あ、豪というのは出家後の名前ってことだよ。これは難問。承知した。身の丈が一番高いのは。よく見比べればわかるかな。この人のおじさんもかなり背が高いんだ。そういう家系なのかもしれないな。さんだ。美濃三人衆の安藤盛成とは。合点承知。わしのことよ。おいらの出番だ。承知した。なかなかやりおる。我こそ美濃三人衆の一人、氏家牧前なり。私が美濃三人衆が一人、稲葉一徹だ。正解。彼らはみんな斎藤家が滅んでも織田家に従って生き残ったんだよね。そう、一番背が高いのは私よ。文句ある？正解、瀬名さんでした。さすが巨漢の吉本さんの姪ってところだね。では次、将軍足利義昭様と一緒に戦ったことのない人って誰かわかる？
それぞれの登場時期を思い出してみて。義明様が活躍した。承知した。心にいなかったのは。さあ、次も難問だよ。三好三人衆って誰だ。一人はそもそも三好姓じゃないんだ。あとの二人は。合点承知。長か正の字が入るよ。そうです。弥助は足利殿知りません。承知した。正解。弥助さんが召し抱えられた頃、義明様はすでに京を追放されてたからね。三好でなくとも三好三人衆、それがこの岩成智道である。務めを果た。合点承知。やるわ。我こそ三好三人衆が一人、三好正康よ。よくわかったな。この長安も三好三人衆の一人だ。正解。さすがの僕でも間違えそうになるよ。これで全問終了だね。お疲れ様。さて、気になる成績は。すごい、全問正解だ。その知力は誰にも負けないね。大層物知りだそうだな。その知識が本物か、わしが確かめてやる。博識を誇るならば私と勝負しろ。すぐにその化けの皮を剥がしてやるよ。そなたの深淵なる知識、私も拝見したいものですね。お前賢いらしいな。だが腕っぷしはどうなんだ。承知した。承知した。なんだか人が集まってきちゃった。すっかり人気者だね。務めを果たす。承知した。とっておきを食らっとこい。どんどん行くぞ。どんどん。務めを果たす。これからもみんなと一緒に知識を磨いていってね。落ち着いたところでさらに問題を出すよ。それに正解できたら僕と知恵比べしよう。さあ出題するよ。問題はこちら。何度間違えても大丈夫だよ。解くまでにどれくらいかかるかな。さ
承知した。すべて俺の計算通りだ。仕留めを果たす。次の問題はこれだよ。オイラの出番だ。敵将討ち取った。とっておきを食らっとけ。敵将オイラが討ち取った。承知した。よっ、へっ、へっ、よっ、へっ、へっ、へっ、と、よっ、素質とは青いのう。敵将討ち取った。まずまずの速さで解いたね。それじゃあ城門を開けるから入ってきてね。開門。仕留めを果たす。勝利状変更。戦いで大事なのは数の力だよ。さあ、これを覆せるかな。オイラの出番だ。天下無双の策謀、見通せはしまい。承知した。オイラこそ天下無双の秀吉様でい。数々の問題に正解したその知力、僕にも見せてほしいな。悔しいけど僕の負けだ。君こそが戦国一の智者だよ。うひょー、半兵衛に勝っちまった。オイラが戦国一の智者ってことだな。誰が戦国一の智者か分かってすっきりした。
軍師、それだけですか。え、カズージ君、何か言いたそうだね。ただすっきりしたいからというだけの理由で、あんな大掛かりな催しを。まあまあ、たまにはいいじゃない。みんな楽しめたでしょ。